ラリー・ロバート・ビグビーは、アメリカ・インディアナ州出身の元プロ野球選手。右投げ左打ち。1999年の MLB ドラフト一巡目で、ボルチモア・オリオールズに指名され契約した。2001年6月23日に MLB デビューを果たす。2003年から左翼手のレギュラーを獲得し、2004年には139試合に出場し、打率。 280、15本類打68打点と自身最高の成績を残した。しかしその後は度重なる怪我に悩まされ成績が加工し2005年7月にコロラドロッキーズに移籍し、同年オフにセントルイスカージナルスに移籍した。2006年は MLB 出場17試合に終わり解雇された。2007年は アトランタ・ブレーブスと契約するが、MLB 昇格することなく、シーズン途中で対談し、ロサンゼルス・ドジャースと契約。しかし、ここでもメジャー昇格はならなかった。2007年12月5日、横浜ベイスターズに入団が内定。12月13日、ミッチェル報告書において、ビグビーが複数の禁止薬物を使っていたことを告白。 報告書は、ビグビーの証言を元に書かれた箇所も多く、波紋を読んでいる。ロジャー・グレメンスとマーク・マグワイアに次ぐ大差である7ページ、文にわたって取り上げられた。12月14日、禁止薬物の使用が発覚すれば、契約解除できる要項が、契約内容に加わっていることが発覚。フロントから、契約解除も示唆された。ただ、ビグビーは使っていた、禁止薬物は、 筋肉増強という目的ではなく、膝の治療のための薬物だったと告白している。結局球団が独自に抜き打ち検査を行うことに、ビグビー側が合意し、2008年1月11日に入団が正式に決定した。横浜での2008年は怪我で、試合出場が遅れたが、5月の上旬あたりからレギュラーとなり、打順は主に5番から7番を任された。 北京オリンピックに伴い、チームの4番、村田修一が代表として離れるので、ビグビーは、その時期の4番の候補としても期待されていた。しかし、校長が長続きせず、8月17日に出場選手登録を抹消されたのを最後に一軍に復帰することはなく、シーズンを残したまま10月1日に帰国した。その後、自由契約となった。2010年は、 北米独立リーグのゴールデンベースボールリーグのエドモントンキャピタルズでプレーした。ビグビーは、ミッチェル報告書の調査スタッフによる聴取に同意した。報告書によると、ビグビーは2001年から2005年まで、人成長ホルモン、デカデラボリン、ススタノン、テストステロン、高エストロゲンなどの様々な運動能力、工場薬物を購入し、使用していた。2001年6月に、 初めて MLB に昇格した時に、オリオールズでのチームメイトだったデビット・セギーとはすぐに仲良しになり、家賃なしで彼の家に同居させてもらうことができた。ビグビーは、アナボリックステイロイドについての知識が豊富だったセギーに助言を求めた。2001年シーズン終盤に向けてデカデュラボリンとテストスティロンをセットにして、初めて使用していた。セギーは、ビグビーに、 無償でステロイドを提供した。2002年のスプリングトレーニングの頃には体重は190ポンドから220ポンドにまで増加していたが体脂肪率はわずか7%だった。2002年はシーズン途中に負傷し同年シーズンオフは広範囲にステロイドを使用するようになった。セギーの助言によりステロイドの使用を停止してエストロゲンの生産を抑える。 高エストロゲンを使用した。テストステロンを自然に高めていく効果を狙った。2003年にセギーは昼食を取りながらニューヨークメッツの元クラブハウス従業員であるカーク、ラドムスキーにビグビーとブライアン・ロバーツを紹介した。その後にセギーとビグビーはラドムスキーからステロイドや日用品を購入したが、ロバーツはその場にはいなかった。 ビグビーはシーズン中にハムストリングの筋肉を痛めてしまうが、負傷から回復した後に、ラドムスキーからススタノンとデカ、デュラボリンを購入した。2004年は MLB によるステロイドの検査が継続されることになり、シーズン前にラドムスキーから説明を受けていた HGH に切り替えた。以後は二度とステロイドを使用することはなかった。ビグビーは、 同年に検査を受けたが、使用していたのは HGH だったので全く問題が起こらなかった。ビグビーは2004年と翌2005年に HGH を5から6キット購入したと推定している。2005年オフに連邦捜査官への協力を開始してからは、禁止薬物は一切使用していないと述べている。ありがとうございます。